はい、今日はですね、ライディングシューズです。はい、僕いつもこれ履いてるやつですけども、串谷のメッシュシューズっていうんですかね。はい、あの靴をもうだいぶ履いてますんで結構汚くなったな。はい、こんな感じですね。で、割とうちあのキックのバイクも多いんで、キックスタートなんかしょっちゅうやってるんですけども、どうですか、ソールが壊れてないですね。はい、ね、で、なんでこうある程度使って今動画をやっているかというとですね、あの、まあ、汚れてますよね。まあ、汚れはちょっと後で落とすとして、まあ、ライディング用のそのバイクの靴っていうのは、まあ、プロテクションだとか通気性だとかっていうのは重要なんですけども、それともう一つですね、僕のイメージですよ、僕のイメージですよ、意外とその耐久性が弱いものが多いような気がします。はい、で、そういう点でですね、結構ハードな使い方をしたからこそちょっとこう汚れてるんですけど、はい、で、まあ、使っていったらですね、ここが剥がれちゃうとか、ここが剥がれちゃうとか、この辺ベリベリ向けてくるとか、こういうところが割れてきちゃうとかですね、そういうのあるかなと思ったんですが、ないですね、今のところ。で、前の動画で、あのミッションペダルのエッジと、ここのパッドがちょっと、もうちょっとこっちまで欲しかったなっていうのがあるんですけど、特にずっとバイク乗ってますけども、こう切れたり破れたりとはないですね。はい。いい感じです。これ、かなりヘビーに使ってますけども。あの某メーカーの某シューズは、某防水シューズはここがね、ベロってあの取れちゃうんですよ。ここがちょっと使ってるとベキベキってこう開いてきちゃうの、ノリが剥がれてね、はい、これそういうことないです。はい、で、あとやっぱ使ってみて思ったんですけど、ここかかとがローカットになってるのね、これとてもいいです。これとてもいい。なんでかっていうと、こうね、こうやって脱ぐのも脱ぎやすいし、履くときにこうギュッて履けるんです。すぐかかと折れちゃったりぐじゃってなったりとか、履きづらかったり脱ぎやすかったり脱ぎにくかったりっていうのがないので、これね、こう非常に履きやすいですね。はい、素晴らしいです。これお気に入りでもう日々履いてますけども、はい。で、サイズ的にいつもと違う5mm ぐらい大きいやつを買ってたんですけども、まあ、それでも全然いけますね。僕ゆったりしたのが好きなんで、で、履くときはギュッと絞ってですね、やるという感じで、はい、普段使いの靴としても全然普通に使えるこの串谷のですね、メッシュシューズ、はい、おすすめです。バイク乗ってあのこれ履いてるとですね、なんかスーッて風を感じるんですよ。素晴らしい靴でございます。はい、そんなわけで、使用後レビューですね。はい、依然この靴に関しては悪いところは感じません。はい、もっとさらにどんどん使ってですね、皆さんにお伝えできればと思っております。はい、なんかね、まあいい点悪い点でいつもやってるんですけども、こういうのって不思議とね、使えば使うほど自分の道具って好きになってきちゃうんですよね。なので、あの、まあ、見ててなんだ褒めちぎるだけかよっていうふうに言われちゃうかもしれないですけども、褒めちぎります。お気に入りですから。はい、というわけで、皆さんのバイクライフ、靴のチョイスにですね、お役に立てれば幸いでございます。あの、まあ、で、最後になんですけども、あの串谷の靴はですね、あの若干他のブランドに比べると少し細めにできている気がします。なので、例えば普段僕 26.5 なんですけども、まあ 26.5 の人は27か 7.5 ぐらいでもちょうどいいかもしれないです。はい、これね、ブランドによって違うんですよ。例えばそのアルファとかだと若干小さめの方がいいとかですね、あの 26.5 だったら6がいいとかですね、そういうのありますので、はい、まあ、いつかそういうのをまとめられたらいいなって思いますけれども、はい、まあ、大体 26.5 だったら27ですね、串谷の場合は。はい、選んでいただければと思います。はい、皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いです。二宮翔平でした。はい、ホワイトベースのホームページが新しくなっております。はい、今までのホームページはなくなってます。で、新しいホームページはですね、動画のまとめ、それから、オートバイのですね、商品情報、そうしたものがをですね、詳しく載せて、いっております。グーバイクさんの方もですね、今後とも活用させていただくんですけども、ホームページの方にはですね、グーバイクの方に載せきれなかった車両ですね、そうしたものをどんどん追加をしていきます。はい、で、ツイキャスとか
かですね、それからツイッター、フェイスブック、そうしたものも連動してます。で、ショッピングサイトは今まで通りオンラインショップの方で、ご購入いただく形になるんですけども、ホームページの方からもですね、新商品の方の情報が出たりとかいたしております。それからイベントやお知らせ、等ですね、そうしたものもホームページの方に今後どんどん載せていきますので、ぜひですね、そちらの方もチェックいただければ幸いであります。はい、頑張ってやっていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ホワイトベース二宮翔平のとりあえずバイクに乗れ、人気 YouTuber 二宮翔平がバイクの楽しさを語る YouTuber だらしいです。私 YouTuber になっちゃったですよ。お近くの書店もしくは Amazon.com で手に入りますので、どうぞよろしくお願いいたします。